ラジオネーム、いやどうしようかな、これ長そうだけど言ってみるか。じゃあラジオの妖怪きなこじじい、はい、有吉さん、すでにニュースや特番などで大きく取り上げられておりますが、先月30日ゲゲゲの鬼太郎や悪魔くんなどの作品で知られる漫画家水木しげるさんがお亡くなりになられたそうです、うん、私のラジオネームは妖怪こなきじじいをもじった名前ですが、うん、実はこの名前を付けた理由は、10年ほど前に東京で飛び込み営業のアルバイトをしていた時、たまたまピンポンを押した家が水木しげる先生のご自宅でした、その際田舎者丸出しの僕にお茶を出してくれたりサインをくれたりと優しくしていただき、とても感動しました。その時の会話でゲゲゲの女房のモデルでもある奥様には、奥様に僕は小さい頃頭がでかくて小泣きじじいみたいだったと友達に言われたとエピソード話したら、そんなことないわよ、あなた可愛い顔してるじゃないと言っていただいたので、少し可愛い名前にした妖怪きなこじじいというラジオネームを使わせていただいております、水木先生すいません、あの頃の僕は上京したてで夢を抱いておりました、長野から出てきて小説家を目指しているという話をしたら、先生はわざわざサインの横にイラストまで書いていただき、頑張れよと言ってくれました、僕はその時本当に嬉しくて絶対夢を叶えようと決心しました。しかし時の流れは残酷で、僕は東京で目先の金欲しさにアルバイトに精を出し、酒ばかり飲み、キャバクラを覚え、風俗にはまり、もう小説家になるなんて夢はほったらかし、ひどい生活をしていました、怠慢な生活で腹の肉と借金だけが増えていき、東京で手に入れたものといえば虫歯と性病ぐらいでした、そんな生活が続くわけもなく、ついに首は回らなくなり、3年前に夢破れ故郷に帰りました。今では実家に帰省しながら、ポテチと炭酸飲料を飲みながら、テレビとラジオの生活です。もう僕は本当の妖怪になっているのかもしれません。しかしあの時先生にサインを書いていただいた妖怪大百科は僕の一生の宝物です、うん、とりあえず今すぐ何かやろうという気は起きませんが起きないんだ。先生が生前に言われていた幸福の7か条の6番目、怠け者になりなさいを信条にこれからもぼちぼち頑張っていきます。本当にその説はありがとうございます。わからずやバカ。エンジェルあげとこう。以上です。さっきの水木先生の言葉をね、ちょっとちゃんと噛み締めてね、知ってほしかったですけどね、ちょっと、まあ、自分に都合のいい解釈をしちゃいますけどね。6番目だけ取ってますからね。他あるでしょ、7つ全部揃えてるもんですからね。そうですね、それもね、しょうがないですね。抜いちゃダメ。ラジオネーム、いやどうしようかな、これ長そうだけど言ってみるか。じゃあラジオの妖怪きなこじじい、はい、有吉さん、すでにニュースや特番などで大きく取り上げられておりますが、先月30日ゲゲゲの鬼太郎や悪魔くんなどの作品で知られる漫画家水木しげるさんがお亡くなりになられたそうです、うん、私のラジオネームは妖怪こなきじじいをもじった名前ですが、うん、実はこの名前を付けた理由は、10年ほど前に東京で飛び込み営業のアルバイトをしていた時、たまたまピンポンを押した家が水木しげる先生のご自宅でした、その際田舎者丸出しの僕にお茶を出してくれたりサインをくれたりと優しくしていただき、とても感動しました、その時の会話でゲゲゲの女房のモデルでもある奥様には、奥様に僕は小さい頃頭がでかくて小泣きじじいみたいだったと友達に言われたとエピソード話したら、そんなことないわよ、あなた可愛い顔してるじゃないと言っていただいたので、少し可愛い名前にした妖怪きなこじじいというラジオネームを使わせていただいております、水木先生すいません、あの頃の僕は上京したてで夢を抱いておりました、長野から出てきて小説家を目指しているという話をしたら、先生はわざわざサインの横にイラストまで書いていただき、頑張れよと言ってくれました。僕はその時本当に嬉しくて絶対夢を叶えようと決心しました。しかし時の流れは残酷で、僕は東京で目先の金欲しさにアルバイトに精を出し、酒ばかり飲み、キャバクラを覚え、風俗にはまり、もう小説家になるなんて夢はほったらかし、ひどい生活をしていました、怠慢な生活で腹の肉と借金だけが増えていき、東京で手に入れたものといえば虫歯と性病ぐらいでした、そんな生活が続くわけもなく、ついに首は回らなくなり、3年前に夢破れ故郷に帰りました。今では実家に帰省しながら、ポテチと炭酸飲料を飲みながら、テレビとラジオの生活です。もう僕は本当の妖怪になっているのかもしれません。
しかしあの時先生にサインを書いていただいた妖怪大百科は僕の一生の宝物です、うん、とりあえず今すぐ何かやろうという気は起きませんが起きないんだ。先生が生前に言われていた幸福の7か条の6番目怠け者になりなさいを信条にこれからもぼちぼち頑張っていきます。本当にその説はありがとうございます。分からずやバカ。エンジェルあげとこう。以上です。さっきの水木先生の言葉をねちょっとちゃんと噛み締めてね。そうですね。どうですかね。ちょっと、まあ、自分に都合のいい解釈をしちゃいますけどね。6番目だけ取ってますからね。他あるでしょ。7つ全部揃えてるもんですからね。そうですね。それもね。しょうがないですね。抜いちゃダメ。